Bonjour, online Francisco Gakko, ensemble en français, Koshino Remi desu. 今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。フランスといえばワインにシャンパンですよね。私も大好きです。さて、シャンパンを飲むときに使う細長いシャンパングラス、ある楽器の名前が使われているのですが、さて、その楽器とは何でしょうか？ Une flûte à champagne.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 シャンパンのフルート、そうです。フルートですね。細長くて、確かにフルートみたいですよね。フルートは、細長いパンや細長い足ことも言います。ちなみに、シャンパンは、シャンパーニュが正しい発音ですよ。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、ensemble のレッスンでお待ちしています。À bientôt!